はい、ということでですね、今日はスーパークレイジーくんです。スーパークレイジーくん、皆さんちょっと懐かしいというか久しぶりですよね。去年のね、東京都知事選立候補してましたよね。あのですね、金髪で特攻服、なんか暴走族みたいな服ね、あれ着てなんか踊ったりとかしてね、あれがねスーパークレイジーくんです。西本誠さんですね。なんかもともとですね、こうお父さんがなんだろう、こう元ヤクザとかなんですよね。だからヤクザの息子っていうかね。で、本人もですね、少年院に5年間いて、そしてね、逮捕も8回されてるらしいんですよね。でもまあ出馬できるんですね。まあそういったね、こう東京都知事選の中でも目立っていた、泡沫候補の中ではこう目立ってた人ですよね。でですね、これ知ってる人もいると思うんですけれども、そのね、スーパークレイジー君、これがですね、埼玉の戸田市、ここのですね、市議選に立候補して、見事ですね、当選してるっていうね。まあこれ自体もね、ニュースになったんですけれども、1月8日かなんかかな。でもこれがですね、また最近ニュースになって、これがですね、1月8日の選挙で勝ったんですけれども、辞めちゃうんじゃないかってね、そういった話です。辞めちゃうっていうか辞めさせられるっていうかね。今日はね、このニュースを紹介していこうと思います。ちょっとですね、僕埼玉県の戸田市って知らなかったんですけれども、ちょっとね、戸田市の人からすると怒られるかもしれないですけれども、でもこの戸田市ですね、結構すごいんですよね。なんか埼玉県の戸田市っていうと、25年連続で、県内、埼玉県内で一番若いね。まあ、平均年齢が一番若いんですって。41.1 歳です。他にもね、埼玉県内、全部埼玉県内の話ですけれども、住みよさランキング、これも1位。伸びる街ランキング、これも1位。人口増加率、県内1位。あ、だから人口も増えてるからね、本当に伸びるって証拠なんでしょうね。で、財政の健全度ランキング、これでも1位なんですよね。だから一つ二つだとね、ちょっとね、と思うかもしれないですけれども、財政も良くて人も増えてて、住みやすい街でも1位だしね。これ本当にいいところなんじゃないのかなと思いましたね。まあ、こういった市でね、これからスーパークレイジー君が市議をやるっていうのね、これからさらに良くなるかどうかはわかんないです。とりあえずですね、ちょっと選挙の話からしていこうと思います。あ、僕ですね、さっき1月8日だったかなって言ったんですけど、全然違いました。すいません。これですね、1月31日のね、選挙ですね、これ。1月31日に投開票された埼玉県戸田市の市議会選挙で予想だにしない出来事が起きた。予想だにしない出来事まで言っちゃうんだ。スーパークレイジー君こと本名西本誠氏34歳がまさかの当選を果たしたのだ。予想だにしないまで言われちゃってるんですね。見た目とは裏腹に地道な戦いを繰り広げた結果、まあそうなんですよね。これ去年やった都知事選、あそこでもね、選挙活動自体はかなり頑張ってましたからね。まあ根性あるんでしょうね。定数26議席のうち25番目というギリギリの得票数で滑り込み当選。まあ最下位の当選者との差が11票って言ってもね、これ最下位の当選者との差、わずか11票。一番下から2番目ですから、一番下の人もね、通ってるわけですよ。一番下で、その下のね、当選しなかった人、この人と11票差だったらね、危なかったんですけれども、そうじゃなくてね、最下位から一つ上、下から2番目ですから。で、最下位の人と11票差ですから、まあ別にね、通ってたってことだと思いますけれどもね、全然。11票関係ないと思いますけれどもね。で、しかも、さらにね、誰に投じたかはっきりしない疑問票が多かったと。なんでかっていうと、これ、スーパークレイジー君ってことでね、こう出馬してるから、これね、投票した人が、スパクレ君とかね、クレイジー君とかね、そういう風に書いた票がいっぱいあって、誰に書いたか微妙っていうこともあったんだそうです。だもしかしたらね、もっと多く票が入ってたかもしれないですよね。さっき一番下で当選した人よりも、11票しか上じゃなかったって言ってますけれども、もっとそういったね、よくわかんない票、まあ、よくわかんない票ってのも言い方悪いですけれども、もっと本当はね、票を集めてたかもしれないですね。まあ、とにかくね、当選したと。ただね、そんなスーパークレイジー君、1月31日に当選が分かったんですけれども、もうね、すぐ、今日が2月の18かな?でももうすでにね、ピンチなんですよ。なんでもですね、記事のタイトルが、スーパークレイジー君市議の当選無効を求める、市選管理が異議申し出を受理。こういったニュースです。埼玉県戸田市選挙管理委員会は16日、1月31日投開票の市議選、定数26で、初当選したスーパークレイジー君議員、なんか変な呼び方ですけれどもね、34歳の当選無効を求める異議申し出を受理したと発表した。まあ、受理したってことはね、結構そんな無茶苦茶なことを言ってるわけじゃなかったってことなんでしょうね。この申し出ってのがね。で、とりあえずね、これを調査するってことでしょうね、これから。市選管によると申し出人は、同議員には公職選挙法で定める、選挙区内での3ヶ月以上の居住実態がないとして、当選無効を求めている。申し出人については明らかにしていない。で、市選管は、同議員の居住実態などを調査し、結論を出す方針だと。ただ、これ、スーパークレイジー君としてはね、同議員は読売新聞の取材に対し、昨年9月末には市内のアパートに入居し、居住実態はある、と話した。まあ、昨年9月末ですから、10、11、12、1月。まあ、選挙が1月31ですからね。だからま、4ヶ月未満、4ヶ月弱って感じですかね。で、今回ですね、当選無効を求める異議申し出。
これを受理したっていうことで、これから調査が行われて、何でもですね、30日以内に判断を出すらしいです。っていうことで、まあ、3月中旬にはね、これどうするかってことが分かると。だからまあね、居住実態ですから、どの程度住んでたかっていうね、塩梅によるんでしょうね。だって住所はね、移されてるわけですから、それははっきりしてますけれども、そこに本当に住んでたかっていうね、ちょっと基準が曖昧というかね、塩梅になっちゃいますよね、塩梅に。でもこれ僕だったらですよ、もう3ヶ月以上の居住がね、求められるって言うんだったら、僕だったらね、もう全部前日泊まりますけどね、引っ越してから。でもそうじゃなかったから今回突っ込まれてると思うんですよ。塩梅になってると。まあ、これってね、今回の件じゃなくてもたまにこういう人っていますよね。選挙で勝ったはいいけれども、後でね、居住実態がなかったってことで、当選は無効になる人。たまに出るんですよね、やっぱりね。正直ね、なんかアホじゃないのかなと思っちゃうんですけれどもね。だってですよ、ちょっとアホってことは良くないかもしれないですけれども、でもやっぱアホだと思うんですよ。だってですよ、選挙に立候補する。それを決めてから引っ越すわけでしょ？別にそれはいいんですよ。そしてね、この人たちみんな、3ヶ月以上のね、居住実態が必要ってこと分かってるわけじゃないですか。だから選挙のために引っ越してるわけですから。だからね、居住実態が大切ってことは分かってるわけでしょ？分かってるのに、そんなにね、前日泊まったりとかしてないわけですよ。ちょこちょこその家に泊まってないわけでしょ？だからこういう異議申し立てが出て、たまにね、選挙当選が無効になると。だからアホじゃないのかなと思うんですよね。だってね、選挙のために居住実態を移したんだったら、そしてね、3ヶ月以上の居住実態がいるって分かってるわけでしょ？そしたらね、もう限りなく前日泊まれよって感じでしょ？前日泊まってないからこういうことになると思うんですよ。3ヶ月ぐらいちゃんと泊まれよって思いますけれどもね。だからアホって言ってもちょっと過言じゃないかなと思うんですよ。で、今回のクレイジー君ね。で、このクレイジー君もこういうね、申し出が出るっていうことは、おそらくね、前日に近いぐらい泊まってたわけじゃないんだと思うんですよ。まあ、突っ込まれるね、居住実態があると。まあ、それがどのぐらいかわかんないですよ。実は半分ぐらいしかいなかったとか、どのぐらいかわかんないですけれども、少なくともね、8割、9割止まってたっていうわけでもないんだろうなってことだと思うんですよ。それはちょっとやっぱ脇が甘いっていうかね、なんでなんだろうと思っちゃうんですよね。どんなに忙しくてもね、そう、居住実態がいるってことで引っ越ししてるわけだから、ちゃんと住めばいいのにって思っちゃうんですよね。まあ、とりあえずね、今回異議申し出が受理されて、ちょっと危ういかもしれないっていうニュースはここまでなんですけれども、他にもね、ちょっと色々起きてるんですよね。なんでもですね、スーパークレイジー君、当選してからですね、なんか、ちょいちょい呼び出しを食らってるみたいなんですよ。呼び出しってのはね、本当にちょっとプライベート的な呼び出しなんですよ。職務とは別の。これがですね、スーパークレイジー君、真夜中に、市職員に呼び出され、辞職勧められる。圧力には負けません。こういった記事ありました。なんか呼び出されて圧力をかけられてるみたいなね。市職員から、真夜中の公園に呼び出され、辞職勧告を受けたと明かした。クレイジー君は、真夜中に、市職員に呼び出され、議員就任の前に辞職を遠回しに勧められたことと衝撃事実をさらりと告白。まだ名前は言いませんが、いろんな圧力には負けませんと宣言した。呼び出されたのは市役所内ではなく公園。しかも時間は真夜中だった。テレビ朝日でテレビ取材だったために東京からトンボが入り、そこで言われたことは、あなたの当選無効を狙ってる人がいると、負けるだけの証拠が出せないならば自分から辞職した方があなたの株が上がると言われ、これちょっとわかりにくいですけれども、負けるだけの証拠が出せないならばってありますけれども、なんか証拠出すと負けるみたいな感じじゃないですかね。多分これおそらくね、まあこれね、今居住実態がなくて当選無効になるかもしれないってことでしょ。だから居住実態があるっていう証拠を出せなければってことなんでしょうね。居住実態があるって証拠を出せなければ、もう自分から辞職した方があなたの株が上がると言われたと。まあだからね、辞職を勧められたと。だがクレイジー君にとって当選無効を狙った異議申し立てが当選後に起きることはとっくに想定済みだった。知人に、我だから行くな、と言われたが、男らしく正々堂々と公園に向かったと。いや、これね、当選無効を狙った異議申し立てがね、起こることは想定内だったらね、これずっと住んどけばよかったと思うんですけれどもね、これ。住んでなかったと思うんですけれどもね、ある程度。いくらか住んでたと思いますけれどもね。まあ、とりあえずね、こんなやめろという圧力があるという。で、他にも、クレイジー君のマンションや市役所には、連日、着払いで嫌がらせの小包が送られてくる。SNS ではなりすましの詐欺アカウントが作成され、家族の名前が晒される被害にもあっている。まあいろいろ起こってると。まあなんかね、こういった圧力とかいじめとかが起きてね、まあ大変だなと思ったんですけれども、思ったらですよ、こっちにはこういう風に書いてありましたね。埼玉新聞の取材には、4日午後11時頃、小学校の校門に呼び出され、約1時間ぐらい、5日の午前1時頃まで話した、とかだった。呼び出したのは、市選挙管理委員会の職員だったとし、遠回しに議員辞職を勧められた。また、ごめんね、4年後にチャンスあるから、などと話した、と述べた。これなんかさっきの話とは別なんでしょうかね。さっき呼び出されたのは公園でしょ？で、この記事によると、小学校の校門前。で、この記事によると、会ったのは選挙管理委員会の職員だったと。しかもこれね、なんかね、この職員の人がスーパークレイジー君にね、ごめんね、
4年後にチャンスがあるから、などと話したってね。なんかちょっとこの言葉だけ見るとそんなに悪い人じゃなさそうなんですよね。なんかだからあれなんでしょうね。今回ね、居住実態があるかどうかで調査をやるわけだけれども、市選挙管理委員会がね。で、なんかダメそうかもしれないってことでこういうこと言ってるかもしれないですよね。で、ダメかもしれないけれども、ごめんね。4年後にチャンスがあるからってね。まあ確かに自分から辞めてくれとは言ってると思うんですけれども、なんかどうなんでしょうね、これ。選挙管理委員会の人がね、例えば他の議員とかね、市の職員が、まあ選挙管理委員会の職員もね、市の職員なんでしょうけれども、スーパークレイジー君と同じ議員とかね、同じ仕事する市の職員の人とかが、もう一緒にね、働くのが嫌で、お前辞めろとかって言ってるのはわかるんですけれどもね、これ。これから調査する側が、もう先に辞めた方がいいんじゃないのかとかね、ごめんね、4年後チャンスがあるからって言ってるのは、これなんか圧力なのかな。もしかしたら本当にね、親切で言ってるかもしれないですよね。まあ、ちょっとこの辺はっきりしないですけれどもね。まあ、スーパークレイジー君からすると圧力をかけに来てるって言ってるわけですけれどもね。でもこれでね、もし争ってこれから調査が始まるわけですから、居住実態のね。これで問題なくね、そのまま当選ってことになったら圧力かもしれないですけれども、今回の件ね。これで本当にね、居住実態がなかったってことで当選無効になったら、このね、市選挙管理委員会の人がわざわざこう時間外に呼び出して、遠回しに議員辞職を進めて、ごめんね、4年後チャンスあるからって言ったのは、ただの親切だったってことになりますからね、このまま無効になっちゃったらね、居住実態がなくて。まあ、結果がそれを決めるってことなんですかね、これが圧力か親切なのかっていうね。でもなんかこれね、市選挙管理委員会の職員の人、まあ、大変ですよね、これね。なんか公園に呼び出したりとか、学校の校門前に呼び出したりとかね、時間がね、働いてるというか大変だなと。でもね、なんでこういうことが起きるかっていうと、やっぱね、異色の議員だからじゃないですか。普通の人だったらこういうことなんないと思うんですよ。まあ、もしかしたらね、居住実態のことでつつかれるかもしれないですけれども、ここまでつつかれてないんじゃないのかなと思うんですけれども、それをね、やっぱ物語るニュースがあって、これがね、ちょっと面白いニュースだったんですよ。スーパークレイジー君どうする？戸田市議会で討議。クレイジー君？スーパー君？本人登場の私の武器は？まあ、これ何かっていうと、これからね、議員として活動するわけじゃないですか。その時の名前をめぐってね、いろいろ問題が起きてると。埼玉県戸田市議会は8日、先月末の市議選挙後初となる臨時議会を開いた。休憩中の代表者会議で、スーパークレイジー君の通称で当選した西本誠氏の議会内での通称を議論した結果、そのままスーパークレイジー君とすることが決まった。今後の議員活動での呼称、会議録の名前、議場名札などに使われる。まあ、これね、休憩中の代表者会議ってありますけれども、まあ、そんなことで議論するんだとかね、そんなことで時間使わせないって感じですよね。まあ、これね、クレイジー君じゃなくて議論した方が悪いのかもしれないですけれどもね。で、西本氏は、通称スーパークレイジー君とすることの許可を求める、通称使用届を議長に提出していた。このため、討議の冒頭で、市議会の栗原誠事務局長が、それやっぱ文句言いますよね、西本誠にしとけってね。で、この事務局長が、通常は議員の姓を呼んでるので、そうでしょ？略称をクレイジー君としてはいかがかと提案し、え？これいいんだこれ。西本に、え？これ、通常は議員の姓を呼んでるので、だから西本ってことですよね。なのに、略称をクレイジー君としてはいかがかと提案したってこれ、OK なんですね、OK。クレイジー君だったら OK と。だからスーパークレイジー君だけど、ちょっと長いんで、下の方のクレイジー君でどうだって言ってるってね、認めてくれてんじゃんっていうね。事務局長いいやつですね。で、西本氏本人としては、了承しているとしたが、共産党の本田哲氏、まあ、文句言うでしょうね。は、スーパーをつけた方がいいのでは。余計認めてくれてますね。みんな認めてるな、これ。都市、未来の会の熊本照明は、クレイジー君というのは社会的に通用するか疑問だ。まあ、確かにね、クレイジーですからね。そうでしょ？やっぱだから未来の会の熊本さんはね、良くないって言ってるとね。で、これね、クレイジー君というのは社会的に通用するか疑問だから、スーパー君の方がいいと思うと提案。スーパー君の方がいいと思うと提案ってね。いや、これクレイジーってのはね、社会的にどうなんだって言った人が、もうスーパー君にしたらいいんじゃないかってね。何なんだこれはね。結局ね、これもうスーパークレイジー君なんてダメだから、西本誠にしろって言ってる人は一人もいないっていうね、すごいなと。もうスーパーかクレイジーの問題なんですね。どっちにするかっていうね。はたまたスーパークレイジー君で長い名前するかっていうね。みんなすごいなこれ。どれも認めてくれてますよね。ちょっと僕ね、戸田氏、好きになったかもしれないですね、これね。だってね、これ、未来の会のね、67歳の熊木さんとかもね、クレイジー君は社会的にどうなんだ、スーパーにした方がいいってね、スーパー君でいいんじゃないかってね、優しいなとね、これね。で、他にもですよ、戸田の会の酒井育郎氏は、いきなりクレイジー君よりも、スーパークレイジー君とした方がいい。フルネームでいいとね、とし、公明党の三浦義一氏も、その方が柔らかい、と賛成。もういいよ、もういいですよ、これ。結局だからね、まあ、スーパークレイジー君になったと。だから本人の希望通りになったってことですね、これね。っていうかね、まあ、こんなことやってるからね、こう圧力というかね、いろいろ言われるわけで。
まあね、スーパークレイジー君にしたい理由はいろいろあるんでしょうけれども、僕だったらね、別にね、スーパークレイジー君ってところは普通に西本誠にして、で、今回ね、髪の毛を黒くしてスーツ姿でね、仕事に臨むらしいんですけれども、僕だったらね、髪の毛は金髪のままにして、名前は西本誠にしますけれどもね。その方がなんか見た目が金髪だから覚えてもらいやすいじゃないですか。まあ、とりあえずね、ニュースはこんなところなんですけれども、僕はちょっと最後にね、思ったこと言いますね。思ったことはちょっと3つあるんですよ。僕ね、このスーパークレイジー君こと西本誠さん、別にね、嫌いとかじゃ全然ないんですよ。ただね、これ議員として、市議としてどうなのかなと思うとこあるんですよ。これは3つぐらいあって、1つ目はですよ、なんか比較的最近ですよ。多分今年だったと思うんですけれども、果たし合っていうね、地下格闘技イベントあるんですよ。そこに出て、別にね、地下格闘技イベントに出て殴り合いするのは別にいいんですけれども、これスーパークレイジー君ね、ちょっといろいろね、そこでトラブルがあって、別にスーパークレイジー君が悪かったわけじゃないんですけれども、トラブルの結果ね、全然試合じゃないところで相手をぶん殴って、怪我させてるんですよ。これはどうかなと思うんですよね。なんかちょっとね、アンガーマネジメントが足りないっていうかね、怒りを抑えられなくて殴っちゃってるんですよ。格闘技イベントですけれどもね、これね、格闘技のリング内じゃなくて場外で人殴っちゃってますからね。だからちょっとそういうとこどうなのかなとね、怒りが抑えられてないなとね、思いましたね。で、もう一つ。僕ね、たまにちょっと言うんですけれども、別にね、そんな天才とかね、東大とかね、そういったところじゃなくてもいいんですけれども、僕たまに言うのがね、やっぱ議員をやるにはね、ある程度の頭の良さがいると僕思ってるんですよ。なんでかっていうと、やっぱりね、難しい法律とか、まあ、県とかだとね、県条例。そういったことを判断するのがね、まあ、あれか今回市議だから市条例とかあんのかな。とにかくね、そういったルールとかは判断する。こういったのがね、メインの仕事の一つでもあるわけじゃないですか。っていうことはね、そういった県条例とか市条例ってあんのかな。そういったのをちゃんと理解しなきゃいけないわけじゃないですか。で、結構中には難しいやつがあると思うんですよ。そういったのってね、あんまり頭がいい人じゃないと理解できないこともあると思うんですよ。だからね、最低でもそういったね、結構難しいやつ、こういったのがね、理解できるぐらいの頭がなきゃいけないと思うんですよ。果たしてね、こう西本誠さんがそういった頭を持ってるのかって僕ちょっと疑問あるんですよ、正直。別にね、そんな悪い人とかも持ってないし、そんなすごいバカとも持ってないんですけれども、まあまあ頭良くないとね、理解できないと思うんですよ。僕ちょっとそこまで頭良くないんじゃないのかなと思っちゃってるんですよ。それはまあ僕がそう思ってるんですけれどもね、いろいろ見てて言動とかをね。でですよ、あとちょっと思ったのが、これ別にスーパークレイジー君だけに対する疑問とかじゃないんですけれども、僕はちょっと思ったのがですよ、これちょっとついでなんですけれども。今回ね、スーパークレイジー君が当選したっていうのは、まあギリギリだけどね、当選したと。おそらくね、これ、去年の東京都知事選、ここに立候補してて、知名度があったからね、市議選出ても通ったんじゃないのかなと思うんですよ。だってね、今回の戸田市議選、26議席あって25番目で通ってるでしょ、ギリギリ通ってると。これってのはね、やっぱ去年の東京都知事選、ここに立候補して知名度があったから通ったと思うんですよ。結構な確率でね、去年の都知事選出てなかったら、今回の戸田市議選通ってなかったんじゃないのかなと思うのが普通だと思うんですよ。ってことはですよ。逆に言うとね、僕とかがですよ。例えば市議選出たいとする。そうすると、都知事選みたいなところに出て、そこで名前を売って負けてもいいからね。それで次にちっちゃい選挙に出る。こういったのがね、一つの方法として確立されるというかね、ありになったら良くないなと思っちゃったんですよ。でもね、僕はもしね、どっかの市議選とか出るとすると、まあ、知事選とかなくてもね、何かしらの大きい選挙に出て名前を売ってから市議選に出ればね、あ、当選するのかなとちょっと思っちゃいましたもんね。しかも今回ですよ、名前を売ったのは東京都の選挙じゃないですか。で、実際に自分が通ったのは埼玉の選挙でしょ？そう考えると僕がですよ、例えば市議になろうと思っていて、また東京かどっかで大きい選挙があったらそこに行って出て、名前を売ってから、で、その後にまた自分の地元かどっかの、地元のちっちゃい選挙に出るっていうね、こういった方法を使おうかなと思いますもんね。だちょっとどうかなと思いましたね。別にスーパークレイジー君がね、悪気があってそれをやってるとは思わないんですけれどもね。ということでね、今日はこんなところなんですけれども、結構ね、去年の東京都知事選、僕動画いっぱい作ったじゃないですか。あの時にね、スーパークレイジー君にもインタビュー行ってくれっていうのがね、まあ、ちょっとだけあったんですよ、そういった意見もね。僕自身はですね、これスーパークレイジー君、好きか嫌いから言ったら、別に嫌いじゃないんですよね。まあ、ちょっと好きぐらいなんですよ。ただ議員としてね、うまくできんのかなってちょっと別ですけれどもね、僕はそう思ってるかって言ったら。まあ、そういうこともあったんでね、去年都知事選、特にインタビューに行ってもね、面白い話になると思わなかったんで行かなかったんですけれども、なんか特にね、スーパークレイジー君と話してもね、面白い話とか出てくる感じはしなかったんですよね。でもまあそんなスーパークレイジー君はね、今、戸田市の市議ですからね、議員ですよ、先生ですから。まあちょっとね、これから30日以内にどうなるかわかんないですけれどもね、ちょっと今後がね、まあちょっとだけですけれども、気になるところですね。はい、今日はこんなところです。